こちら今動いている電車を追尾するというデモなんですが、まずこちら小さい画面を見ていただきたいんですけれども、こちら赤い色が遠い、距離が遠い、青い色が距離が近いという色で距離を表しています。こちら普段動かないところは色固定になっていますが、動いている電車そのものの色が常にリアルタイムで変わっていることがご覧いただけるというふうに思います。こちらが示しているのはリアルタイムで距離情報を算出できているということがこれでわかると思います。で、一方こちらの上の画面なんですけれども、こちら電車のところに矢印が出ています。こちら動きベクトルというものでして、どちらの方向にこの動いている電車が向かっているかということを指し示しています。この動いてきベクトルによって被写体がこっちに行くぞというところの距離を、こっちの DFB の距離を使って分かることでピントをすぐに合わせるということができるという技術になります。 Panasonic 松下電器。